ペアの絆が問われそうだね。その点僕らは完璧だよ。ね、だからさ。そんなのはどうでもいいの。フルデ神社の至宝、この手に収めるわよ。へえ、上等じゃないの。飛び入り大歓迎ですよ、お二人さん。許可がいただけて嬉しいわ。もらえなくても挑んだかもしれないけどね。私たち若者にメタボが気になり始める方が太刀打ちできると思いまして。メタボ、何のことかわかるかい、高野さん。味噌汁を超えてちょーっとお腹に油が乗ってくることですわよ。失礼だな。人は味噌汁を超えてようやく円熟した魅力が持てるんだよ。ねえ、高野さん。うわ、富武さん、多分今のそれフォローになってません。後で物陰に引きずり込まれてボコボコだ。ああ、かわいそう。とりあえずあなたたちからそうされる覚悟は終わりでしょうね。いいことね。いただくよ。邪魔よ。あっちやれ。こんなにかつり邪魔よ。まだまだいけるって。これはこの時代は5年目のたたりはいつ無駄ですよ。とまきれと。待った、縁結びのオットフェイ争奪戦、私も混ぜてもらうよ。あら、欲しければ腕ずくで奪ってみることね。もちろんそのつもりです。腕ずくで参ります。あら、よくお分かりになってる方たちね。何を得るにも最後は腕ずくじゃないといけないんだからね。あ、あ、ハハハハ。
話だろ。富武さんとやら、あんたも苦労が絶えないね。女は選んだ方がいいよ。いやいや、まったく。大きなお世話ね。行くわよ、次郎さん。大人同士の戦いだ。僕も遠慮なく行かせてもらうよ。あらあら、痛ましいことね。少し気軽にしましょう。やれやれ。5年目のたたりはいつです。なめたまねを。少し邪魔よ。それ。やるじゃない。5年目のたたりはいつです。邪魔よ。一本ずつ取れてやるよ。少し邪魔よ。女。これくらいならまだ行こう。少し気軽にしましょう。少し静かにしましょう。覚悟してもらいましょう。五年目のたたりはいつですか。それは今日これは知らないよ。少し静かにしましょう。覚悟して少し静かにしましょう。問題ありません。これよ、どうどうやったんですか。邪魔よ。だってこんなもん。どれ逃げてしまったわ。決して言うわ。よく難しいよ。どれ本気だ。見どころあるよ。これを語りは言うと、それはなめだめ。五年目の中ではいつだ。もうさすがにそれは。こう見えても鍛えてるんだ。そう簡単には負けないよ。おー、次郎さんから頼もしいんだから。高野さん、子供の部活に大人が本気を出すなんて、ちょっと大人げなくありませんか。分かってないね、家先生。部活は誰であっても全力投球がルールなんだ。僕たちはルールに従っただけさ。そうよね。次郎さんからいつも手加減がないんだから。なるほど。では我が校にまで押しかけての狼藉、手加減無用でもよろしいのですね。私たちはそうするつもりよ。あなたたちもそうした方がいいんじゃないかしら。わかりました。では本気でいきますよ。私の可愛らしいスベスベエンジェルたちに働いた狼藉の数々、思い知らせて差し上げます。スベスベエンジェルなんて知りません。とにかくこの場できっちりと型をつけさせていただきます。高野さん、スベスベエンジェルって何だと思う。私のことだと思ってはくださったのかしら、次郎さん。あらあら、痛ましいことね。もし
ここからが本番ですよ。いや、僕の番だ。これはどうです。いいか、やりますね。くらえ、これはどうです。5年目のかなりはいつも。これはどうです。いや、邪魔よ。どうです。これはどうです。これはどうです。5年目のかなりはいつです。全力を出して。今日はよくあります。これはどうですよ。まだ大丈夫。ちょっと待って。時間で。これはどうです。5年目の社会はいつ。これはどうです。油断しすぎた。それは今日からまだやりますね。よーし、これはどうです。は確かに若さの賜物だが、演じする魅力はたくさんあるんだね、高野さん。ジロー君、後でぶっ飛ばす。あらあら、私たちに部活で挑むとは命知らずのほどがありましたよ。今日の商品の座らずの魔の様、悪いけど私がいただかせてもらうわ。バカのみたいな強欲ならさぞ釣られると思いましたのです。あら、強欲なんてひどいわね。知的探求心と呼んでほしいわ。とにかく欲しい欲しいって言って聞かないんだ。この子供っぽさがまた高野さんの魅力なんだよね。ジローさんは余計なこと言わなくていいの。欲しいなら私たちに勝つしかございませんわね。ねえリカ、そういうことなのです。欲しければ腕ずくでどうぞなのです。そういうことなら遠慮なく行くわよ。ジローさん、いいことね。返せ、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 返せですわ。そんなの平気ですわ。邪魔よ。やられ込み、返せ、返せ、返せですわ。こんなのか。返せ、返せ、返せ、返せですわ。こんなのか。まだまだ5年目の盛りはいつですか。
ですって。それは今日この瞬間よ。5年目のたたりはいつで邪魔よ。ほらほらほら、一言で言うならピンチかしら。思い切ったかしら。これが知的探求心の勝利なのよ。高野さんの知的探求心は怖いな。もうだいぶ勝ち抜いたと思うけど、いつ優勝になるのかな。そういえば前原君とレナちゃんを見ないわね。確かにそうだね。よし、あの二人を見つけてやっつけよう。おっと、そうはいきません。警察だ。だいぶ暴れ回ってくれたようだな。あら、大石さんも欲しいのかしら。ふわらずのまがたま。それがあればどこのお店でもモテモテです。軽い恋愛を遊びこなせるのは私くらいに熟した人間の方がぴったりだとは思いませんか。あら、なんて寂しい人なのかしら。愛は重厚な方が素敵よね。赤坂さん、モテ男公衆陳列台の現行犯です。緊急逮捕ですよ。そんな犯罪ってあったかな。あらあら、勇ましいことね。そうや、まだまだ元気いっぱいです。ご年齢の方にはいくですか。ご心配なく。それは邪魔よ。まだこれから。足まだ邪魔よ。クリア。あいつだけの申し訳ない。愛は自由な。逮捕なんかできるものか。ああ、
姿も奪えてれば、私の身も心も自由にできたかもしれないのに。だからさ、あとはケイチ君とレナちゃんを探そう。そうね、私たちのいないところで勝手に優勝を気取られてたまらないわ。もうじきフルデ神社の至宝が私のものに。ではもうライバルがいないなら、優勝は俺たちのチームで決定だな。一回も戦ってないけど負けてもないから優勝なんだよ。ほほ、これが商品か。やった、念願のオットセイを手に入れたぞ。ヒアーカムズ・ザ・ニューチャレンジャー。優勝気分のところを申し訳ないね。最終決戦だ、勝負を挑ませてもらうよ。ああ、富武さんの高野さんだ。ケイチ君、やっと戦えるね。会おう。時報感覚で退場するお二人が、今回は見せ場がもらえそうなんで張り切ってんだろ。上等だぜ。そのふわらずのまがたまにはね、正しく使えば世界中を大混乱させられる恐ろしい魔力があるの。子供のおもちゃには危ないとは思わない？抜かしやがれ。高野さんに渡す方がよっぽど危ないぜ。うん、多分高野さんに渡さないのが世界のためになると思う。なぜかな、かな。高野さんもそこまで悪じゃないよ。せいぜい日本列島くらいかな。失礼ね、ユーラシア大陸くらいは大混乱させていただくわよ。私はね、惨劇とかスペクタクルとか大好きなのよ。退屈なんて大嫌い。こう、惨劇はごめんだが、退屈は大嫌いってとこだけは同感だぜ。なあレナ。うん、私も今日一日隠れてるだけだからつまらなかった。だから本気でやっちゃう。オーケーオーケー、双方やる気は十分だ。ならば始めようか。みんな面白くなってきたわよ。世界を守りたかったら私を倒してごらんなさい。Yeah.
絆。五年目の中にはいつですか。このくらいならパラ、それは今日この瞬間よ。こんなの勝ちだ。なんだよこれ。私たちの優勝よ。いやー、まさか僕たちが優勝できるとはな。本編のどんなシナリオより活躍できた気がするよ。ああ、ふわらずのバカ様、知的好奇心がうずくわ。ねえ高野さん、本当にそれで世界を大混乱させるのかい。そうよ。きっと楽しいわよ。このマガタマを使って私はこれから世界を大混乱させてやるの。そして暗黒時代の訪れを始まりから終焉まで私が記す。後世の研究家たちは私の残した資料を奪い合って読むのよ。高野さんってスケールが大きいのか小さいのかたまに測りかねるね。とりあえず世界が大混乱ってのはまずいだろう。阻止しなくていいのか。さあ高野さん、このマガタマを分けっこしようと思うんだけど。何言ってるの二郎さん、こんなところで分けっこしたって面白くないでしょ。どう使えば世界が大混乱できるかよく考えなくっちゃ。面白くない。やはり主要各国の要人に使うのが面白いわよね。そこに貿易摩擦とかパワーバランスとかも絡む。富武さん、いじけてたってしょうがないじゃないですか。はお、男ならここはどんと行かないとね。とりあえず世界の平和に貢献できると思いましてよ。ではこっそりと。それ私はなんて恐ろしいことを。次郎さんさえいれば他には何もいらないというのに。いや、高野さん、人前では照れるな。とりあえず世界は救われたわけか。ねえ、でも高野さんすごいね。ラブラブだ。おかしいな、僕たちは普段からラブラブなつもりなんだけどね。ということは普段がラブラブではないということなのです。次郎さん、